今回は配信限定公演チェーンオブラブと題して公演を行ってきました。初めはレッスン上配信から始まり、今回はステージ上でいつも通りの公演を、客席にお客さんがいないという環境でやらせていただき、初めてのことでいろいろ不安もあったんですけど、ファンの皆さんのコメントを見ていた時に、配信をしてくれたスタッフさんやメンバーに感謝という嬉しい言葉をたくさんお見かけして、同じ空間にいなくても私たちはつながっていて皆さんに支えられているんだなと改めて実感しました。本当にありがとうございます。そんな皆さんに今日は感謝の気持ちを込めまして、特別にもう一曲だけ披露させていただきたいと思います。今回は配信限定公演チェーンオブラブとして行わせていただいたんですけど、最初はレッスン上配信からこう、始まったのかなと思うんですけど、そこから始まり、今回はこのいつものステージ上でいつも通りの公演を客席にお客さんがいない状態でやるっていう初めてのことで、やっぱりたくさんいろいろ不安もあったんですけど、やっていくうちにファンの方のコメントをたくさんこう、いただいて見ていたんですけど、なんかその中に配信をしてくれたスタッフさんやメンバーに感謝っていうコメントが本当にたくさんあって、なんかもう本当にやっぱり、支えられてるなって感じたし、なんか同じ空間にいなくてもファンの方とつながってるんだなっていうのを改めて感じたので、本当になんか感謝の気持ちでいっぱいだなって感じました。そうですね、いつも
通りというにはなかなかいかないんですけども、私はこうやって少しでもなんかいつも皆さんから力をいただいている分、力を少しでも皆さんにお届けできていたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。私たち HKT48 はこのステージで各チームの公演はもちろん、研究生やさまざまなユニットでたくさんの公演を行っています。ぜひ気になった方はライブオンデマンド見てください。